この前は工事にこき使われるなんて屈辱でしたの。それもこれもユリネが怒ると怖すぎるのがいけないんですの。あれ、ここどこですの。イライラしすぎて無意識に歩きすぎましたの。ん、あら、何これ、邪神ちゃんの像。こんな悪趣味なもの作って、しかしよくできてるわね。そっくりだわ。やはり気づかないか、私の像と見せかけて実は私なのだ。こうしてユリネを油断させ隙を見せたところを蛇腹のポケットに忍ばせた銃で撃ち殺す。銃貸してくれたら3日間お前のコレクションになってやってもいいぞ。いいわよ、貸しちゃう。メイのコレクションになるのは不本意だが、背に腹は変えられない。この銃で始末してやりますな。あ、本買い忘れた。出かけちゃうの？このポーズで待ってるのつらいですな。ちょっと動こうかな。本の発売来週だった。本屋行く前に思い出してよかった。わざとか。いや、そんなはずはない。完璧な変装なのだから。うん、なんかさっきとポーズ変わってない？気のせいかしら。テープスフェクター。私が常々人間界で一番面白いと思っている人物ですの。外国人に絡む関西人のバンド、エイアロスミス。なんか今笑ったような。アナウンサーの嫌いな街ってどこ？ガンダ。ガコンできないですよ。苦しい。もういい。バレようが関係ねえ。この銃で死ぬからけ。今日のバグヘイはユリナの話。